今回も動画開いてくれてありがとうだぜ。Twitter とかインスタとかやってるから、フォロワー増やしたい人はぜひ、仲良くしようぜ。さて、そんなことはさておき今回の動画なんだが。実家帰ってた主は、あまりに暇すぎて近辺の女と遊ぼうと思って割り切ってテンダー始めたんだが。田舎あるあるなのか周りにほとんどやってる人いなくて誰とも会えなかったぜ。マッチ自体はするんだが、会うとこまで話が進まないし。1万キロ先の外人なんかとばっかマッチして会えるかボケってなってたぜ。あとはエッチなことしてあげるからお金ちょうだいとか。誰にでもまた開いてて経験人数もはや数えてないみたいな人ばっかで。なんか、そういう人たち嫌で、実家いた時はあんまテンダーやってなかったぜ。それで今回の話は大都市東京に戻ってきた後の話になるぜ。家帰ってきた後も家の Wi-Fi の通信障害のせいでまともにテンダーできなくて。気づいたら有料期間終わってて泣きそうになったぜ。ま、てなわけで本題入るぜ。テンダーの女の、ケツの穴確定。てなわけで今回も、ゆっくりしていってね。テンダーやったことなかったから課金しないと遊べないと思ったんだが、実際、課金しなくても毎日12時間ごとに60いいねまで送れるみたいで、マッチ成立するといくらでも話できるみたいだぜ。ぶっちゃけ5キロ圏内の人全員にいいね送ることができるし、遠いと愛用がないから無課金でも十分楽しめるぜ。友達がタップルやってるんだが、スマホのコントロールアシスト機能使って、勝手にいいね送るようにプログラミングして、あとは放置みたいなことしてるぜ。主の友達無駄に悪知恵使えるくせに、彼女できたみたいな話聞かないの謎だぜ。ま、そんなことより主の話するぜ。ティンダーの女子、ヤピーとか話しかけてくる人いて、こんにちはで返すと、私、真面目な人嫌いみたいな感じで切られたりで、なかなか、まともに会話成立する人いなかったんだが、ある日、結構話が長々通じる人がいて、会おうと思ってさりげなく、最近夏休みで暇なのでよかったら一緒にどこか遊びに行きませんって誘ったら、私、会う前に一度電話してから会うと決めているので、一度電話しましょう。って言われて、電話することになったぜ。ぶっちゃけ電話すること決まったら、もう勝ちみたいなもんだよな。よっぽどのことない限り、電話して会いたくないです、なんて言われることないもんな。で、ドキドキしながら夜に一緒に話したんだが、なかなか、話しやすい女子で時間忘れて2時間ちょっとぐらい話し込んじゃって、二人で占いが正しいこと言ってるのか検証することになったぜ。複数の占いのお店巡って相違点がなければ占い、正しいこと言ってるって検証できるじゃないかと思ったんだが、なかなか面白そうな企画じゃないか確かに。てなわけで昼にブックオフで待ち合わせして会うことになったぜ。主は顔写真明かしてたんだが、相手の女子は顔写真載せてなかったから、ぶっちゃけ待ってる時めっちゃドキドキしたぜ。で、会ってみたんだが、普通にいい香りのする可愛い子が来たぜ。いい香りがするって言い方が変態なんだよな。ティンダーの女子と会うんだし、ワンちゃんなんて思って、Amazon Unlimited のエッチに関する本読みまくって勉強していったんだが、緊張しすぎてそう簡単にそういう話できる感じじゃなかったぜ。きっしょいんだが、ウプ主マルテイで幻想を抱きがちなので多めに見てくれだぜ。で、会うなり二人で大型商業施設の上の方の占い屋さんに行ったぜ。彼女曰く十分で1000円が相場らしく、たっけーって思ってたんだが、その店は一つの分野の占いごと2100円みたいな感じで、恋愛について1100円ぽっきりで占えてもらえたぜ。で、タロットと星占いというのができるみたいで、まずティンダーの女子からタロット占いしてもらったぜ。なんか、まず名前と年齢と職業を紙に書いてから占う感じで、タロットでは机の上に適当に引いたカード10枚程度を出して、何が出たかで占う感じだったぜ。占い師曰く、あ、このカードが出てるってことはあなたの兄弟やら周りの人から紹介された人といい関係になるかもしれません。あ、このカードも出てるってことは、学校でいい人見つかるかもしれません。あ、これも強く出てますね。SNS での出会いもいい出会いの可能性があります。あと、一つぐらいなんか言ってた気がするんだが、そこまで覚えてないぜ。聞いてて思ったのは幅広くて曖昧だなってことだぜ。でも、その女子、主以外の他の男とも会ってるみたいだし、女性だから必然的に出会い多く出てるのかもしれないぜ。複雑な気分。で、主は星占いというものをお願いしたんだが、星占いはすごい正確に出るみたいで、本当に占ってもいいかって確認取られたぜ。で、お願いしたらスマホに主の生年月日を入力し始めて、説明しづらいんだが、実感の漢字が書かれた画面見せられて、あなたは辰年なので、ここから見て星がこの位置に見えますのでなんちゃらかんちゃらって言われたんだが、完全に星なんか見えなかったし、幻覚見えてんのか？お前って思ったぜ。占い師には何が見えてたんだろうな。で、占い師曰く、あなたはとても賢くて、広い心の持ち主です。恋愛に関しては職場にいい出会いがあるって出てます。具体的に言うと今年か来年にいい出会いがあります。って言われたんだが、主一浪してるから来年も大学生だし、院行くから、働いてたら院前落ちしてるやないかいって突っ込みたくなったぜ。職場っていうのが研究室先を指すのかもしれないな。とにかく、焦らずに長期で女性と仲良くできれば必ず成就するでしょう、的なこと言われたぜ。
ってなわけで占い一件目終わったんだが、なんかもう複数行くのだるくなって、二人でカフェに行くことにしたぜ。その頃にはだいぶ慣れてきて、普通にその女子といい感じで話せてたぜ。って思ってる主なんだが、彼女的にはどうなんだろうな。YouTube やってることバレてて、意外と動画ちゃんと見てくれてて嬉しい反面恥ずかしかったぜ。その後、二人でサイゼリアに行くことになったぜ。うわぁ、出た、サイゼリア男。にちゃんとかで相席屋でただ飯食う女子みたく肝がられてそう。冗談でサイゼリア行きません。聞いた後。さすがに初手からサイゼ行くのはキモいですよね。って聞いたら。私は全然気にしませんし、行きましょうって言われてそのまま行くことになったぜ。いい人でよかったな。って、話しながら女子側のジェンダーの画面見せてもらったんだが。顔写真載せてないのに、体感4スワイプぐらいでマッチしてて、クソイージーゲーム感あったぜ。やりもく多すぎて大変そうだけどな。ジェンダーって9割、男側やりもくってイメージしかないぜ。マッチするなり、ケツ穴確定な言われてて笑ったぜ。知らない人のために解説すると、プロ野球選手の坂本選手が帰国した船に対して言ったセリフで、ケツの穴確定が原文だぜ。手主も彼女もそのネタ知らなくて、ただただヤバいやつって思ってメッセージ読んでたぜ。その日帰るなり、ショート動画やらどうありさんがパロってて笑ってしまったよな。その後、このチャンネル2本目で出てきた丸族店が近くにあったので聖地巡礼してきたぜ。初対面の女子に族行ったのバレてて、一緒に秒もらった族店を見に行くって状況がカオスだわ。道中さりげなく、今日一緒にしませんって誘ったんだが、今日初対面でしょって言われて軽い感じで断られたのと、星占いで焦らず長期で仲良くしろって言われてたの思い出して、諦めて聖地巡礼した後、潔く帰ることにしたぜ。ってなわけで、何事もなく健全な人付き合いしてきたのでしたとさ。後になって思うんだが、その日やらなかったからこそ良かったのかもなって思うぜ。やらなかったんじゃなくて、やれなかったんだろって他の人に突っ込まれそうだけどな。そう簡単にやれないからこそ、口説く甲斐があるし。裏を返せば、他の男ともそう簡単にしないってことだから謎の安心感があるぜ。実際のところどうかわかんないけどな。やっぱ、相手との思い出があるからこそ燃えると思うし。主、なんだかんだ光の世界に行ってきたし、真っ当に触れなんか作らずに普通に彼女作った方がいいような気がしてきたぜ。なんだかんだ、女子と差しで会ったの初めてで、考え方変えるいいきっかけになった気がするぜ。結果的にそれがいい方向に転ぶかわかんないけど、よかったな。てなわけで、今回会った女子とはゆっくり、長期的に仲良くしてもらおうかなーなんて思ってるぜ。さて、次会うことがあるのかな？てか、普通にこの動画本人に見られてるかもしれないの恥ずかしすぎだろ。こいつ、本当に統一教会の女にやらせろ言ったやつか？てなわけで次回。グラビティで高学歴自慢してきた女子がいて、蓋を開けてみると同じ大学の女子で、一緒にガールズバーで飲んできた話をお送りするぜ。いや、ちょっと何言ってるのかよくわかんなかったぜ。さて、主の身によからぬことが起こったのだろうか？次回も楽しみにしててくれだぜ。てなわけで今回の動画は以上だぜ。この動画がいいと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、コメント、通知をよろしくだぜ。またな。